察します。よろしくお願いします。原発排熱ウニを温め、原発排熱ウニを温め、毎時70トンお湯を排出、危険な湯沸かし、それが原発、私たちは能原発、能基地、福島とつながる 10.30 沖縄デモです。原発の基地も危険で厄介なものを地方に押し付ける構造は同じです。原発の基地も日本全体の問題です。無関係な人などいない。福島第一原発事故は未だ収束しないまま7ヶ月が過ぎようとしています。政府は福島の人々を守ろうとせず、出任せの安全キャンペーンを強いて苦しめ続けています。沖縄の米軍基地も長年にわたって沖縄に苦渋を強いてきました。政府はこの上さらに辺野古基地建設を押し付けようと続々と沖縄にやってきています。原発の基地もいらない、福島を見捨て、沖縄を見捨てるような政策を黙って容認するわけにはいきません。今声を上げる時です。原発と基地とを通じ、沖縄と福島がつながって、今こそ原発に、基地に、党の声を上げていきましょう。毎日70トンお湯を排出、人数の少ないデモだったんですが、皆さんのエネルギーもあって、とてもいいデモで、沿道の方たちにもアピールできたんじゃないかと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。